ロ野球北海道日本ハムファイターズのベースボールアカデミーコーチによる体育の授業が9月14日双葉小学校で行われました。村田和也コーチが3年生に走り方を、4年生には投げ方などを指導しました。市と球団がスポーツ振興や町づくりで協力するパートナー協定に基づく連携事業として行われるものです。今日はこのね、2時間目の授業を使ってみんなの走る、力を、みんなねこう上げるのと、やっぱこういうのってやっぱなんだかんだこう楽しくないと、やっぱ走るのもね、よくわかないし、あの走るのも、速くならないと思うので、楽しい授業にしていきたいと思いますので、みんなねあの楽しく、そして、走りが速くなるためにたくさん、みんなに伝えていきたいと思いますので、集中して、頑張っていきましょう。いいですか。村田コーチは3年生の授業で骨盤や頭の正しい位置を教えてくれました。それによって正しく走れるようにと説明しました。このトレーニングでいつもより速く走れそうな気がしました。4年生の授業ではボールの投げ方を指導しました。体力の、投力、走力が、体力測定でちょっと落ちている部分っていうのが、この現状なので、そこにやっぱこういった部分でアプローチかけれたらなとは思います。今日はアカデミック、はい、これは何年生まであるんでしょう。アカデミー、ん、我々中学タイプとかっていうのあるんでしょうか。学校の授業に入ってやるのはこれ初めてですね。そうですか、はい、そうですか、はい、できればシニアアカデミックをよろしくお願いします。ぜひ機会があれば本当にいろいろとこう体力向上にアプローチかけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日は夢あるコーチをありがとうございました、はい、ありがとうございました。今年度の小中学校との連携事業は東部小学校と西部小学校、そして東部中学校、西部中学校でも予定されています。